洋食屋さんをやってました。そうそうそう。それで、お好み屋さんをやってるから。そうでね、約45年ぐらいかな。今日はここに行こうかなと思います。おっと、はい、というわけでね、今日はねここに行ってみようかなと思います。あの電車乗ってたら すごい気になるねお店があったので、撮影許可ねもらって今日ここに行って、なんかまあね、いろいろねメニューがあります。豚ネギとか豚玉とか、まあ、モダン焼き、お好み焼きとか、カレーライスとか、カツカレー、ビーフカレーとか、まあ、そば飯とか焼きそば、まあ、焼き物系とかがあるお店ですね。もう結構値段もね安いですね。どうしようかな。モダン焼きとかそうですね、豚モダンとか好みあると思うんですけど、ちょっと行ってみます。あ、すいません。あ、はい、すいません、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。あ、まあ、はい、もし、あれだったら音が入る。あ、まあ、もし可能であれば、まあ、あ、すいません、ありがとうございます。なるほど、関西風の広島焼きってことですよね。じゃあ豚広島とか、はい、お願いします。もうこちら長いんですか？37年。あ、電車に乗ってたらなんかすごい気になるというか。いや、ちょっと観光で岡山から来たんですよ。岡山県から来たんですよ。ぬくめとくから。あ、わかりました、はいはい、じゃあそういう感じなんですね。でもユーチューバーの方とか来られたりするんですか？たまに来るね。あ、たまに来るんですか？隠し撮りも多いしね。あの俺は知らん、俺はユーチューバーちゃうからしね。あ、こちらで焼くんですか？どうぞ。あ、映したらダメですか？はい、あ、いいですか？いいですか？焼き物系の他にカレーライスっていうのがあるじゃないですか。ありますよ。これやっぱなんかこだわりみたいな感じですか、ね、もともと俺は洋食系やから。ちょっと悪いけど、ちょっと早いけど、ほんと油が飛ぶとね、今からちょっともう10センチ。あ、わかりました。油飛ぶとね、もうかわいそうね。なるほど、なるほど。俺は、うん、あ、ありがとうございます。ちょっと待ってね、ここだけ、はい、焦げちゃうからね。あ、はい。洋食屋さんをやってます。そうそうそう。それでお好み屋さんをやってるから。じゃあ結構飲食のあれは長い感じ。飲食でね、約45年ぐらいかな。で、うん、こんなもんや。何を一時間、今日来たん？昨日来て。昨日来た。はい、昨日来て。今日はちょっと空いた時間にみたいな感じでちょっと回らせてもらって。もう俺は昔からね、ハイジーはね、お金がある人だ。
マヨネーズ入っていいですか？あ、全然、はい、はい、お願いします。生姜も入っていいですか？はい、大丈夫です。東京の人は生姜とか食べられる人多いんで。あ、そうなんですか。赤いやつ。あ、あかんのですか。お関西からね、西は食えるんで。あ、そうですか。東京の人はね、赤いのはね、あかんねえ。だから関西とよくあの生姜の天ぷらっていうのが合うんですけども、ありますね。聞いたことあるかなんか知らんで、はい、関東絶対食えへん。そうなんですね。僕らはもう岡山なんですけど。岡山なんとか行ける。はい、全然行けますね。じゃあ、たこ焼きの上にとかもダメなんですか？あるはいけるんだ。あるはいけるんやな。おう、あの、でも、あ、こういうやつはあかんだし。なるほど。ちょっと飛ぶからかね。もう10センチは20センチ。これだけね、はい、飛ぶとね、俺は損害賠償だな。ありがとうございます。ありがとうございます。で、青のゆうさんと、はい、これが花かつおさんね。はい、で、粉かつおさんです。はい。はい、いただきます。ありがとうございます。これ、あ、赤いとこ落ちてほしい。赤いとこ。赤いとこ。あの、蓋開けてほしいから。ああ、なるほど、そういうこと。ああ、なるほど、なるほど、そういうこと。ごめんなさい。これかける順番とかあるんですかね。これはかける人もかける人もいるから。ああ。これ置いてあるから、かあ、自由にみたいな。何でも使ってください。ああ、ありがとうございます。いただきます。あ、ちょうどいい加減ですね、中が。普通は中にメリケンと入れると思う。メリケンと入れるとね、やっぱりあのしっくりはベタッとするから、カラッと食べて。味ですよね、なんかパリパリっていうかパリッとしてて、そんなにあの濃い味じゃないんで、逆にあの外側のこのマヨネーズとかソースが引き立ちますね。すごいなんか食べやすいですね。ちょっと変化させちゃうんだけど、うん、あ、美味しいですこれ。まあ、いろんなもんがあると思うよ、他の店も。これはもうここのお店のオリジナルみたいな感じ。ここ以外何かかね。ああ、もう、うん、あ、これやりたかったね。ああ、もうやってるのわからないだろう。見たことがない。美味しいですね。なんか そうなんですね。なんかいろんな店あると思うよ。あ、そうですね。確かにいろんな、あのそれぞれの。あの良さというか、オリジナルがよくあるやつですね。よくあるあるやつな。しょうがないよね。そうですよね。まあ、これがそれで美味しいもんですよね。なんか、まあ、それぞれの。はい、すいません、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また来ますね。大将がね、結構
ノリが良くて、なんか面白い方だったでした。ぜひこの近くに来た際は皆さん行ってみてください。松原警察署、松原そういうエリアなんですね。隣に餃子屋さんがありますね。ぜひ行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。